田原市で開かれている渥美半島菊花大会。全国一の菊の産地である田原市を PR しようと33年前から続いています。会場には一つの鉢に3本の菊を植え、同じタイミングで高さが揃った花を咲かせる大輪3本仕立てが展示されています。また花びらをカラフルに着色したカラーマムなど、市民らが丹精込めて育てたおよそ700鉢が並べられています。最終日の今日は優れた作品に内閣総理大臣賞などが授与されます。